バートネンドルフは、ドイツ連邦共和国にイーダーザク選手、州、シャウムブルック軍ザムトゲマインでネンドルフに属す市である。バートネンドルフは、大スター山の北辺、シュタイン風でこの南 15km に位置する。ベーザー川と、ライネ川との間の中びく山地から、北ドイツ定地への移行部にあたり、近隣都市としては、ズートフェルト、バルジングハウゼン、ローデンベルク、 ベッケドルフに囲まれ、ハノーファーからは西 26km の位置である。バートネンドルフ氏は、中核区のバートネンドルフとバルトリングハウゼン、ホルステン、リーペンの核区からなる。大スター山北西の集落はおそらく9世紀初めに創設されたもので、936年のこれ場合、修道院の資料に、ナイアントップとして初めて記録されている。 1136年に教会が建設され、1150年には、ニンドープという名で記録されている。この集落は、1311年に、シャウムブルク博の所領となった。さらに、集落の南西に、小さな集落が建設され、人々はこの二つの集落を、グロース・ネンドルフと、クライン・ネンドルフとして呼び分けていた。現在の市域内に建設された、 もう一つの集落、デンシングハウゼンは、30年戦争の時代に敗存となった。1647年のシャウムブルク白領分割後、ネンドルフは、ヘッセンイカッセル法白領に属した。1546年に初めて、ダブルツドレックという名で記録されたグロースネンドルフと、クラインネンドルフとの間にある、流行宣言の効能は、後に、 地域住民が躍党として用いるようになった。ヘッセンカッセル砲白フリードリヒ2世の命令により、リンテルン大学の医学的研究がなされた。ビルヘルム旧世砲白は1786年に流行宣言の価値を理解し、翌1787年には、旧廷建築家、シモンルイドリーの総合計画に基づいて、温泉施設やクアパークを有する。 グーツ別ル力ネンドルフを建設した。初代の温泉医長は、リンテルン大学の医学部教授シュレーター医師で、彼は、その著作でこの新しい温泉を有名にした。この溶泉は、ヨーロッパで最も強いものの一つであり、リウマチ、通風や、皮膚病に、大きな効果がある。ネンドルフは、ドイツの一流の薬湯の一つとなった。1806年に、は、 シュレスヒエンと呼ばれる古典主義建築の夏の館を建設し、その子孫たちは数多いネンドルフでの滞在の際にこの館で過ごした。1866年にバートネンドルフはプロイセン王国の国定温泉となり、ベルリンからの経済援助を受けて一層発展した。この町の発展にはその地理上の位置も大変に有利に働いた。 バートネンドルフが位置するドイツ中低山地の北辺地方は何、世紀も前からラインエルベを結ぶ通称、軍事道路として利用されており、この町は鉄道ミッテルラントウンがアウトバーンで結ばれた。ヘッセン選定抗時代にはすでに災害時の財産保全規則が作成されていた。 1858年5月22日の選定公領のリンテルン統治委員会規則によれば、シャウムブルク白領の住民は、火災発生時には消火活動に参加することが義務、付けられていた。町長と集落代表は、あらかじめ決められた火事の目印を住民に引き渡し、多くの電令薬を割り振り、消火ポンプのある村では、整然と消火するよう求められている。 こうした規則に基づき、国定温泉とグロースネンドルフを呼び、クラインネンドルフは共同で消防団を結成した。1880年6月6日に実質的な消火活動に関する第一回の協議が行われた。国定温泉と両ネンドルフの代表者はここで、1874年6月20日に発生した。 大きな旅館化災時の救援活動不足を議題に挙げた。懸命な努力にもかかわらず、この建物は基礎壁に至るまで消失した。また、1873年には、バントルファー鉱山の洞水口が決壊し、ネンドルフの半分が水に浸かったことも取り上げられた。グロースネンドルフとボールイとの間には二つの井戸があったが、どちらも枯渇した。 1880年6月6日の議論は、不十分な消火施設を国定温泉が補い、両年ドルフ集落は、消火要因を出す形で合意した。初代の消防団長には、温泉代表のマルティン・ハインリヒ・ヘックマンが選ばれ、直ちに消防団が設立され、訓練が始まった。年代記の記述によると、ヘックマンは、緊張感のある秩序と、 軍隊意識の規律を与えたのである。1929年にグロース・ネンドルフ、クライン・ネンドルフ、グッツ・ベツリュク・バート・ネンドルフが合併して自治体としてのバート・ネンドルフが設立された。イギリス占領軍は1945年から1947年までバート・ネンドルフに捕虜収容所を置いていた。2000年にバート・ネンドルフに都市権が与えられた。 2005年に国定温泉の大部分がニーダーザク先週からバートネンドルフ市に移譲された。しかし、当時客数の減少により国定温泉の将来は不安定なものとなった。この街は交通の便が良い美しい風景で人気の住宅地として発展している。バートネンドルフの市議会は27議席からなる。バートネンドルフ市長は2016年から マルリース・マティアスが務めている。アグネス・ミーゲル・ハウス線のアズマやバートネンドルフ駅、バートネンドルフは、連邦アウトバーン A2 号線、連邦道 B65 号線、B442 号線沿いに位置している。バートネンドルフ駅は、S バーンのハステハノーファー線の駅である。ハノーファー・ランゲンハーゲン空港へは、車で30分ほどである。この文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。